じゃあ早速ガチャ回していこうか。前回とピックアップしている女は同じなんだけど、まあそれでもね、ガンガンガチャ回していこう。なんかね、俺このゲーム適当に始めたんだけど、ハマりつつあるわ。このゲーム面白いってちょっと思っちゃってる自分がいる。ん？今虹色あった？気のせいか？気質。気質からの？なんか俺武器っぽいな。あ、やっぱり。あ、星5。おー、でもハンマーか。ハンマーマンは一人しかいないんだよな、うちのチーム。うちのチーム。おい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 。おい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 。このまま終わっていいのか？いや、チャッチャラン星3って。チャッチャラン星3はないでしょ。さすがに。うわー、星5武器一つかよ。ろくなもんじゃねえな、長渕剛。ちょっとクエストやる前にね、図鑑が更新されていってるんで、ちょっとそっち見ていこうかなと思うんだけど、キャラクターを使っていくにつれて、どんどんね、なんだっけな、ボイスが解放されていくんだよね。で、この子は、長崎の子はまだそんなに育ててないけど、まあ手に入れたばっかりだから、でも多分解放とかどんどんされていってると思うんだよね。あんまりちょっと声優とか詳しくないんだけど、このゲームすんごい、なんだろう、ボイスにこだわってるんでね、全部もう、全編声ありみたいな感じなんで。ちょっと待って、この人の声ってさ、ペネロペのあれかな？このスイーツ、少し甘みが薄くないですか？俺の大好きなペネロペのナレーションかな？あれ、どうなんだろう？あ、カステラ好きなんだ。俺と合わないわ。まあ今カステラ食べてるんだけどね。なんかすんごいね、口の中パサパサになってね。青野さんと船井さんには助けられてばかりね。今度スイーツでもプレゼントしようかしら。3人でスイーツパーティーも良いですわね。あ、スイーツ大好きなキャラクターなのね。シスターでスイーツ大好きか。これあれだね、古畑任三郎だと怒られるね。なんだっけ、あの人に、沢口靖子に怒られるタイプの人だ。ペネロペのナレーションっぽいな。俺大好きなんだよな、ペネロペ。ペネロペちゃんと服着て、電車乗るけど、親は、両親はさ、どっちも裸で電車乗るっていうね。よくわからん世界、あれが好き。で、千早だね、あと。これ使ってるんですよ。名前すごい、音葉だって。オトハって名前つけたくなるわ、俺も。子供できたら。年齢14歳。身長152。誕生日21。キャラクターボイス。MAO。マオっていうのかな？多分これ有名な人なのかな？多分。タッチだな。これが解放されたのかな？うち、服のセンスには自信あんで。なんせおかん直伝やからな。でもこのゲームの中だと、そのファッションセンスも活かせないんだよね。みんな同じガンツスーツ着てるから。このタッチ取るって何これ。タッチ取る。うち触るのは好きなんやけど、触られるんはあんま慣れてへんのよ。あ、タッチとかできんのこのゲーム。え、タッチ、え、うち触るのは好きなんやけど。あ、そういう交流があるんだ。あ、そうなんだ。メタルスラック的なね、メタルスラック的なことできんのかな。へー、ちょっと待てよ。あ、俺、チューブ全然攻められてないわ。うわ、全然手に入れられてない。この人好きなんだけどな、この看護婦さん。すんごいドスケベ感が出てて。好きなんだけど、ちょっとな、星4なんだよね。星5がないから。うなぎ。想像しただけでゾクゾクしちゃう。もっと食べておけばよかったかな。やっぱりドスケベだね。イメージ通りだったわ。じゃあ早速クエストやっていこう。で、まず今回は大分県だね。赤き地獄、有名な温泉地大分へとやってきた一行。かつての面影は失せているが、強行軍を続ける彼女たちにとっては何とか休息を取りたいところでもある。しかし彼女たちにはそれすら許されないのか、新たな異変が起きる。で、推奨レベルが9で、うち一応平均レベル11か。はい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 。よし、まあ、いや、とりあえず出撃していこう。
いや、このね、シミュレーションゲームっていうのがね、単純に俺が好きなのかもしれないわ。で、結構ね、割と本格的っていうかね、このゲームシステム自体が。だからなんかやってておもろいっていうね。この赤く光ってるやつらはバリアをも、これ温泉かな？このうんこみたいな色のやつ、これ温泉か。うわー、飛んでるね、パタ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 。これガーゴイルか。ガーゴイルかっこいいんだよな。ちょっと待てよ、どうしよっかな。これ、なんか遠くになんかちっちゃいのいるな。レッドキャップ。援護系ね。あ、でもみんなあれはブギーマン。かっこいい名前。なんかバンドにいそう。そういう名前のバンド。なるほど。ガーゴイル3体いきなり戦うのちょっとしんどいから。やったるでー。やったるでー。でもちょっと倒そうか。ちょっとばらけて戦ってもいいかな、今回は。ああ、倒せねえか。ちょっと待てよ、待て待て待て。一旦保留。ちょっと舐めてた、舐めてた。あ、これでも当たる？まあ返し食らうけど、いいよ。一人倒すのは、やっぱ早い方がいいから、なんでも。これで倒せんじゃないかな。行くってだからエロいな、まあ、こっちでもいいか。うわ残る。ちょっと待って、これ技使うか。なんかこれどう。あ、 SP 足りてない。ちょっと待てよ。あそか、物理だからな。あー、でも倒せるか。やっぱ必殺技の方が強いな。よし倒した。まず一人。イロハどうしよっかな。いや、どうしよう。この二人で。この二人でどうしようか。この三体相手にするってのも悪くはないな。じゃあこういう感じにしよう。上からが、左からもガいるしね。この3人でガーゴイル一つ一つ潰していく感じですか。このちっちゃいやつらは倒せると思うんだよな。倒せると思うんだよな。うわ、来た。なんかいっぺんに殺せる技とかないかな。これどうし、これ一人で倒せるかな。ちょっと待てよ。一発で倒せるかな。あ、倒せる。よし。援護攻撃も何もなく。ありがとうございます。私がやる。何にも、もう単体で完全に戦ってるけどね、これ。援護もクソもなし。で、そっか、箱が邪魔だな。一回下がって、まあ、普通に攻撃、いや、待てよ。いや、待てよ。これ、逆に、ちはやの方がいいな。ちはやフル。例のごとくちはやフルで。ちょっと待てよ。特技、使っちゃうか？通天劇もう使っていこうか。ガンガン使っていくでー。で、一旦これずらすか。こっちにずらすわ。結構ちょっとバラバラで戦っちゃってるな。で、ここでよし、倒せるね、やっぱり。よしよしよし、クリティカル。若葉完全にパワー系地上だからね。うん、まあ大丈夫でしょう。ブギーマンってこいつが怪しいわ。うわ、なんか移動した。
移動したけどなんかあんまり意味ないけどね。ブギーマン最初に倒した方がいいかな、これ。なんなら固めて、お、倒せる。意外と倒せるな。で、若葉のサポートをする形でいいかな。回復、とりあえずね、とりあえず回復。で、まあこれも倒せるだろう。よし、ガは簡単に倒せる。まあ余裕ガだから。で、スキル使ってもいいかな、使ってもいいかな。あ、でもこれやって武神力 SP ポイント上げて、あ、一旦終わっちゃった。あ、一旦終わるのか。それを知らなかった俺。まあでも普通に殴るか。うん、普通に殴っていい。おお、倒した。一気に一気に倒した。つえー。まあここは問題なく、おかわりなく。よし、最後誰で決めるかってところだな、これは。もうもはやここまで来たら、まあ誰来た。奥義、奥義見たい。剣派龍神山、かっこいい名前。このムービー好き。よし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 、した感じしないけどね、そのテンション。作戦成功。